はい、どうもガイです。甲子園3年以内に甲子園優勝する、甲子園3年以内に甲子園するとおかしいが、3年以内に甲子園優勝する栄冠ナインやっていきたいと思います。1回戦は勝ちました。で、対する2回戦いきなり前方は B の高校だっております。もうやめてくれ、せっかくいい感じで勝てたのになんでいきなりこんな強いところで当たるんだ。マジで最悪だな。決勝ぐらいでしょこれ当たんの。 B ランクかワンチャンないかな。ここに勝ったらでもマジでありえる。何何何、甲子園出場したい。花沢か、無理だろ花沢は。打たれるもんな。でも花沢する使うか、めちゃくちゃ打たれる気がする。丸尾頼むぞ花沢、今日はマジで向こう強いからな。 B ランクだもんね。せめて C ランクならねワンチャンあるんだけど、 B ランクはちょっと厳しいな、強すぎるわ。そうか、さあユニフォームも変えよう。来年になったユニフォームも全部変えたいと思います。4月になったら、今回リセマラだったので何も変えれなかったんで強えな。だから強えわ。ああ初回に先取られた。いきなり3点取られた。強えわこいつらマジで。ああ打てないか。おでもいい試合してるじゃん。だから打ててないな、打てないんだよな。はい、もう待て作戦しかないな。もうこれファーボール狙いだろ。ファーボール狙い、ファーボール狙ってこう。追い込まれるまで待て、追い込まれてから打ちに行こう。ああおおチャンス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 、ここ急成長きた。急成長使えるだけでもでかい。はいはいはい、これ何キロだこいつ。こいつじゃねえ、158キロフォークマックス。どうやって打つんだこの化け物。でもスタミナはねこいつが落ちないとこいつ出てくるのか、厳しいな。ゲッツーだけやめてくれ。あー最悪だ、マジここで1点取りたかったな。あーやばい、チャンスの後にピンチあり。ケンスアウトならない。あーオッケー、頑張って抑えてくれ花澤から。うわー守備がざるすぎる、守備がざるすぎる。ゲッツーコースだったのに今の。いやーこれコールドされるなーマジで、コールド負けだこれ。北条って天性かな、違うわ、普通に普通の北条より強かった、阪神の北条より強かったわ。あ怖えー、内角オッケー、内角率いいんじゃない、内角。これドロップカーブ中心で攻めていこう、ドロップカーブ中心で低め、オッケーゲッツ。下手くそ守備、下手くそすぎる守備か、守備が下手くそすぎるぜ。内角中心オッケー、取ってくれ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 、オッケーオッケー取って取って、オッケーナイスナイス。まだ分からん、まだ分からん、守備か。頼むぞ頼むぞ、臭いところファースト、守備がザル。守備がザルすぎる、ピッチャー変えた方がいいかなこれ。赤とことかついちゃうかな、変えた方がいいのかな。あミスった、細かさも良くない気がする。からアウト取ってくれ、オッケーオッケーオッケー、ナイスミラセ。あと1点でコールドだ。待て待てで待て、いやーああ三振だ、これ1点取られたこれだもんね。頼むぞ花澤から、101球
内角中心。オッケー。ああ打たれた。これシングルじゃない？ああ肩が弱いな。コールドか1点取られたら頼む。サヨナラだ。負けちゃった。今年の夏はここで終わった。いやマジで終わっちゃった夏。1年目でそこそこ勝ちたかったな。1年目そこそこ勝たないとちょっときついもんね。ここで敗退か。もっと勝ち、甲子園行きたかったな1年目から。丸尾だな。これ確か投手守備が一番いいらしいんで、これでやっていきたいと思います。次は秋の大会か。よし、合宿では、何があるのか、なんか覚えてこれるかな。1年生戸松、戸松に何を覚えさすか。守備職人を覚えさすか。守備職人を覚えさす。守備職人戸松爆弾。守備職人はならず。特にもう何でもいいな、これは何でもいい。コース内込みでいっか。どうせいらないし。1年生来い、1年生来い、1年生来い、1年生来い。 OK、 桜戸松がいるんで、チャンス、逆境あたりを誰か覚えてほしい。望月じゃない、あんたじゃない。おお、桜チャンス日、よっしゃよっしゃ。アイドルがチャンス日、キャッチャーは別に上げなくていいな。でイノリンは野手なんで、イノリン逆境かタイピンチ。タイピンチいらんやん。逆境イノリン逆境。タイピンチ D があんまりいらない。ピッチャーとして使う気ないからな。全部2年生か。じゃあ次は8月12日ぐらいまで飛ばすか。8月21日とまだ忘れてました。でも大丈夫、試合に勝てばもう満タイ。水瀬さんセカンド、スタメンはこんな感じでいっか。とりあえずこれで、秋大会臨んでいきたいと思うんですけども、いきなり C ランクちょっときついな。最初は D ランクか E ランク来てほしかったの、初回1回戦は。でもここに勝てばいける。ここに勝てば もっと上に打ちはいけるっていうわけなんで、期待していきましょう。丸尾だな。こういうの見て、これ選手見ることによって能力変わるのかな、上がり幅とか。上がるんだったらちょっと気になるんだが、見た方がいい気がするんだが。トマツが意外とチャンスで逆境丸を持ってるんで、上位に置いてもいいのかなと。そして4割打ってるんでね、トマツちょっと2番に置いてもいいか。でもチャンス持ってるんだったら6番だな。頼むぞ。角務原工業、高校名もなんて高校名にしようかな。そうだ、高校名も変えないといけないし、ユニフォームも変えないといけないな。いくぜ。まず点を取らないことが大切。いいね、これツーベースいける。無理か、足が遅い。シングルヒット。でもいきなり点取れるんじゃない。点取られた、いきなり点取られたな。走力いいで、向こうのキャッチャーは D、 送球 B 持ってる。ちやめとこうか。通りは流し、ここ絶対ボール球来るね。待とうか。ストライク来んのかい。
内野安打、内野安打、無理か。でもチャンスだ。2位のないな、どうしよう。まだ球場の思考を作るのは早すぎるな。流すか、待て、使うか。お、待て、行こう、待て。あ、ミスった、あ、ミスった、球場の思考使っちゃった。あー、打てず。究極の思考を使ったのが手です。ここで戸松さん、チャンスには強い戸松さん、引っ張ろう引っ張ろう。チャンスへ逆境は発動してないか、まだ4回だし。でもチャンスへは発動しております。いけ戸松。あー、オッケー、ナイス。足が遅い、足が遅い。オッケーオッケー。呼吸エラープラス送球エラー。でも流しが強いのかな。お、あー、惜しかったな。でも当たりは良かったな。点を取られなかったら点は取れそうな感じだな。お任せどうなんだろう、強いかな。あ、ダメだ、お任せやめよう。お任せもう使わないでおこう。お任せ5なのに全然打てる気がしねえわ。ここでアヤネル、もう必点なら使いたいんだけどね。流しでいけるか。あー、まあでもやっぱ流しはいい感じだな。点取れない？ちょ、点取ろうぜ。そろそろ点取ろう。頼む丸尾。待て。あー、エラーしろ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 、エラーしないか。やべやべやべ、ちょ、抑えてるんだからこれは勝ちたい。頑張って、あー、ノアトに3塁、やばい。頑張って抑えてんだからな。急成長、頑張って抑えてるんだ。 OKOK、 いい、今のでいい。止めればいいな、止めれば。あの後ここで泳いだ、向こうはいける、いける、いける。敬遠してもよかったな。オッケー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 、ツーアウトまで来た。これマジでこの試合勝ちたい、この試合マジで勝ちたい。追い込むまでは打たせ取れできる。でこっから緩急いこう、一球緩急1位の、一球緩急1位の低め、緩急からの低め、これでいける。オッケー、取ってくれ、頼むぞ、取ってくれ、取ってくれ、落とすな。オッケー、ナイス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 。これ勝てる、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 勝てるぞ。代打、ダイソー、桜にダイソー、強心臓、長そう。待てでもいいな。待て、そんな強くないのか今作。抜けた、ゲッ、3塁までいけ、無理か。おい、ったいったいったいった、オッケー。ゲッツーだけはやめてくれよ、ゲッツーだけは。犠牲フライか、犠牲フライだな、犠牲フライ。犠牲フライ行こう、犠牲フライ。おお、オッケー、ナイスナイス、よく見たよく見た。ここで森、あー、なんもねえ、もう普通に流すしかないか。追い込まれた、振ってくれよ、振ってくれよ、振ってくれよ。 2-2 が一番怖いんだよね。あー、お祭り男、ここマジで打ってくれ。ちょ、マジでやばい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 。次の回買い出す、7番8球で終わっちゃう。ここで打たないと、ちょっと頼む。代打もいねえしな。オッケー、食らいついて、食らいついていこう。オッケー、落ちろ落ちろ落ちない。あー、 1-0 で負けたくねえ。勝つぞ、くせ者。意外性発動してる。ここお任せしかないよね。もう4、1はさすがにない。1だったらまず4の方がいいでしょう。意外性発動中、パー A。
パワー、なってるがもうお任せゴミコマンドすぎる。バックネットの前でボールを掴みました。祈りーん。さあ持ち前の癖物ぶりを発揮するのか。意外性発動、パワー A。 待てだな、もうここは。おあー、1球取られたか。あー追い込まれた。秋は1回戦負けはきついって。秋はマジで勝たないといけない。究極の思考、待とう。あー落とせ。あー負けたか。 1-0 か。初戦で負けたのきついな。3年以内に甲子園に進むためにここ勝ちかったんだけどな。どうしようか。次じゃあ新入生来るまで特にすることはないのか。今日はじゃあここで終わります、次回でね、次回新入生行きたいと思います。それじゃあ見てください。さよなら、バイバイ。